高校外科とは、輸食や、歯周病の治療を除く、顎高校領域の外科処置を中心として、その疾病全般を扱う診療科である。違反二元論の日本においては、歯科医療の一分野であり、高校外科に従事する医者はそのほとんどが、歯科医師である。これは、口業などの顎高校機能が歯科と密接に、関わっているためである。フランスドイツにおいては医師及び、 歯科医師のダブルライセンスが必要条件となり、米国でも両資格を取得する流れとなりつつあるが、日本においては、歯科医師のシングルライセンスで行うことができる。なお、医療法施行令第3条の2、及び厚生労働省令に、歯科医業として規定されている、標防名は、歯科高校外科である。また、高校の本来の読みは、高校であるが、医学分野では、 口口と区別するなどといった理由から、漢用読みとして、口腔の読みが用いられている。高校外科は、その得意性として、学高校腔機能を中心として据えているために、内科的処置やストレス障害に至るまでその受け持つ範囲は広い。取り扱う疾病も、炎症や外傷、腫瘍、アレルギー、神経疾患、感染症から、 企刑や各種症候群に至るまで高校内から、統計部顔面に至るまでの多種多様な疾病を受け持っている。歯科医業である歯科高校外科の診療領域については、医業との関係が問題になることがあるが、急厚生省で次のように申し合わされている。これは法的な拘束力を持つものではないが、参考とされる。厚生労働省が、 日本医師会と日本歯科医師会の会員を通じ、遵守を求めている。第二2回、歯科高校外科に関する検討会議事用紙。ありがとうございます。